三世紀のキリスト教徒の破壊にも DM と刻まれている。マネスは古代ローマにおいて亡くなった愛する人の魂を意味した。弱い精霊の一種としてはラレース、ゲニウス、ペナウテイスに近い。2月に行われるパレンタリア及びフェラリアの祭りで崇められた。ディマネスとも呼ばれる。古代ローマの破壊には DM という文字がよく刻まれていてディスマナブスを意味した。 この言葉はまた、アンニハーデス、または冥界を示すのにも使われた。マネスの語源は、古い形容詞マナスであり、その反対語はイーマニーズである。マネスには、地の生贄を提供した。剣闘詞の試合がもともと葬式で催されていたのも、マネスへの捧げ物だった可能性がある。キケローによれば、アベルヌスコ付近の特定の洞窟でマネスを呼び出す、ことができるという。 ラピスマナリスはマネスの石の意で、古代ローマには二種類のラピスマナリスがあった。一つ目は新たな町を建設する際、丸い穴を掘り、そこにラピスマナリスと呼ばれる石を基礎として置いて、冥界への門を表したものである。もう一つはアマゴン用の石である。古代ローマでは、日照りが続くと大見和館を先頭にした行列で、 セルウィウス城壁のカッペイナ門からカンピノリオまでラピスマナリスと呼ばれる石を運び、これに水をかけながら天空神み、ユーピテルに祈りを捧げた。これは累関呪術の一種と見ることができる。これらは名前が同じだが混同すべきではない。ありがとうございます。